All for one. That's brilliant. Thank you so much.2019年のラグビーワールドカップはアジアのラグビー界をはじめ世界のラグビー界のサポートのおかげで大成功となりましたが、その盛り上がりからコロナ感染で一転、まさかの2020年となりました。地震、台風の怖さは身に染みている日本ですが、改めて感染症の怖さと医療体制を含め健全な社会があって初めてラグビーができることを思い知りました。まあ、まず最初にコロナの感染がこう広まり始めた春先には、もうとにかくコロナが何者なのかっていうのがこう分からない中で、ラグビーの活動を止めないか、あるいはどのように再開させるかということにはすごく苦労しました。まあでも一方でその身体接触が伴うスポーツであるっていう、まあ認識を改めて持つことで、個人でできるトレーニング、そして小さなグループでできるトレーニング、そしてまあチームでしかできないトレーニングっていうことを改めてこう整理して、ラグビーをこう考え直す機会にもなったんじゃないかなっていうふうには思っています。改めてそのチャンピオンシップだけではなくて、地域それぞれの活動によってラグビーの活動を止めない、あるいは映像やオンラインを通じて交流であったりですとか、さまざまな活動がこう行われ、まあ夏ぐらいから徐々に活動を再開して、地域ごとの大会は行われるようになりました。今までに経験したことのない、状況だったので、少し驚きました。いなくなった時はすごい残念で、すごい寂しい気持ちでした。トレーニングする、場所とか、そういう機会が失われることによって、コンディションを、保つのに、苦労しました。まあ、でもただ逆に自分ラグビーに対する考える時間が増えて、まあ、できることをやろうということにフォーカスして、活動してました。トレーニングが、器具を使ったりもできないですし、チームの大人数で練習もできないので、マスクつけて家の周り走ったりしてたんですけど、家族の時間が増えたのはすごい良かったのかなっていうふうに思います。すごい純粋にワクワクしました。久しぶりにチームメイトと会える機会がありましたし、また本当に単純なんですけど、ラグビーができるっていう喜びを感じました。やっぱり大人数でボールを使って練習することがやっぱり楽しかったですし、ラグビーで練習はきついですけど、きつい中でも楽しさがあったかなっていうふうに思います。我々は北のワザムレッツです。仕事の傍ら、ラグビーの活動に励んでいます。子供たちって楽しいからやっぱり始まると思うので、そういうのを秋田の人にも、まあ、伝えていけたらいいなと思ってます。ですけども、ラグビーをに触れて楽しんでいっていただければなと思います。中学校時代は柔道だったんですけど、高校の恩師に勧められまして、
ラグビーをする運びになったんですけど、はい、まあ、人のつながりといいますか、いろんな魅力が満載のすごい素晴らしいスポーツだなと思いました。もともとラグビーが根付いているような街ではないので、普及はこれからも力を入れていかなきゃいけないなと思います。ラグビーに関わることも、まあ、あんまり普段ないでしょうけど、ノーザンブレッツを通じてラグビーに興味を持ってくれたと思ったら、またそれだけで嬉しい。これから学年を担当させてもらっているので、ラグビーの楽しさを覚えてもらうことと、小さい子どもたち、ジュニア世代の子たちに、積極的にラグビーを知ってもらって、楽しんでもらって、やっぱり世の中に広がっていけば、いいなと思います。社会人のチームはハードなぶつかり合いっていうかね、肉弾戦みたいなものがこう映像で取り上げられちゃうでしょ。でもラグビーはやはり基本的にはね、ハンドリングゲームなんですよね。パスを通してトライを取ると、そこにあの楽しみがあってね、小さい時から、パスをたくさん通してトライを取るんだって言えばね、私はあのもっともっと普及して楽しいラグビーができるんじゃないか。ラグビーっていうのはこれから社会人としてたくましく生きていくために、あるいはお互い助け合ってね、生きていかなきゃいけないわけですから、そういうことを小さい時からね学んで経験して、良き社会人になってもらいたい。まあ大げさなこと言えば人間教育の一環としてね、こういうスクールが必要じゃないかなと思ってます。ラグビー元日本代表キャプテンの菊谷です。コロナ禍が続いております。なかなか、ラグビーの練習そして私生活難しい環境が続いていくと思います。その中でも、みんなが継続してラグビーの練習や私生活勉強していくことが、今後のつなぎになると思います。それまで再開できる時まで、継続して一緒に頑張っていきましょう。みんなと会える日を楽しみにしております。桜セブンズの中村千春です。今世界中が同じタイミングで同じ困難に向き合っている期間だと思います。コンタクトスポーツであるラグビーだからこそ、直接触れ合うことの尊さを改めて学ぶことができました。このコロナ禍によって失ったものを取り戻す努力も大切ですが、新たに得たものに目を向けて価値を見出すことも大切なように思います。困難な状況下でも協力して工夫を重ねればできることたくさんあると思います。また再開できた時に同じラグビーファミリーとしてレベルアップして会えるよう、この困難を協力して乗り切っていきましょう。